クラレンス・チャールズ・ナッシュはアメリカ合衆国の声優。オクラホマ州出身、ウォルト・ディズニー・カンパニーのドナルド・ダックの声で有名である。親しい間柄の中では、ラッキーという愛称で親しまれていた。ロサンゼルスのラジオ局で働いたクラレンスは、1934年に上映された。 賢い面取りの脇役として登場したドナルド・ダックの声を演じ、1985年に白血病で亡くなるまで51年間演じた。ドナルド・ダックはクラレンスの死後、生前進行があり、病床のクラレンスが直々に後を頼むと役を託したトニー・アンセルモンにより演じられている。クラレンスが健在だった頃はアニメーターであったトニーは、しばしばクラレンスの前で、 ドナルド・ダックの声真似を披露しており、モノマネに対してアドバイスを出していた。死の直前もトニーに役を引き継ぐために、彼の仕事場を訪れては、ドナルドの心理的なクイズをよく出していた。トニーとの出会いは、彼が入社した当日、たまたまアニメーション胸からナッシュが出てきてすれ違ったことから始まる。挨拶の時、ドナルドの声で、おはよう、と挨拶したことから、 トニーはすぐにクラレンスをドナルド・ダックの声を担当している人物だと認識できたという。トニー曰く身長は低く、初対面の第一印象を158センチメートルくらいの小柄で白髪の男性と語っている。ドナルド・ダックの声は地声ではなく作った声である。ディズニー撮影所ご案内では少しだけドナルドの声の出し方のコツを披露している。 役を引き継いだトニーは、ドナルドの特徴的な怒鳴り声は相当の労力を要すものだと語っており、あまりの辛さに、トニーのアニメーターとしての詩であるジャック・ハンナに、ラッキーは、こんな大変なことを楽にこなしていたっていうのと聞いた。それに対しジャックは、とんでもない、それどころか、たまに気絶していたさと答えている。それを聞いてトニーは少し安心したという。また、 ドナルド・ダックの他にも、ドナルド・ダックの甥いであるヒューイ・デューイ・ルーイの声も演じていた。さらに、初期の短編映画作品では、デイジー・ダックの声も演じていたが、1945年の作品から女性声優に交代した。ありがとうございます。